ギリシャ・キリスはアメリカ合衆国のダンサー、歌手、俳優。オハイオ州でギリシャ系の両親の間に生まれ、カリフォルニア州、ロングビーチで育つ。ダンサーとしてミュージカル映画などで小さな役をつかみ、ロンドンでウエストサイド物語の舞台版に出演。同作品の映画版でプエルトリコ系の不良グループのリーダーを演じ、その演技とダンスで鮮烈な印象を与え。 アカデミー助演男優賞及びゴールデングローブ賞、助演男優賞を受賞した。1960年代はヨーロッパ映画界にも進出し、クラウディア・カルディナーレ、カトリーヌ・ドヌーブ、ジャック・ペランラと共演。1960年代終わり以降は映画からテレビや舞台に活躍の場を展示た。日本での来日公演も数回あり、新日課でもある。ウエストサイド物語。 下界、ギャノン過去の来日時に、女優の若尾文子、歌手のペギー・早間と撮ったカラー写真が現存する。2007年11月22日、来日して、東京、浜松町の JR 東日本、アートセンター式劇場、秋で、ウエストサイド物語を鑑賞し、カーテンコールに登場した。2010年1月31日、1950年代、70年代の、 映画黄金期の名作洋画50本をニュープリントで1年間にわたり一挙上映する午前10時の映画祭何度見てもすごい50本のスペシャルアンバサダーとして来日。都内のウエストサイド物語の特別試写会では女優の松坂恵子が花束を贈呈した。2010年バンクーバーオリンピックのフィギュアスケート女子シングルに出場した鈴木明子は自身の演技に ウエストサイド物語の曲を採用していたが、事前にこのことを知ったチャッキリスは試合前の時期に鈴木へ手紙を送った。その中では字が立ってもこうして受け継がれていることがすごく嬉しい。オリンピックでの成功を祈っていますと記されていた。ありがとうございます。